こんにちは。今日はですね、私が最近使っているソフト、NVIDIA ブロードキャストをご紹介します。これは動画配信をしている人のためのソフトなんです。でも、動画配信してない人でもリモート会議とかをやるときにも便利なんですよ。じゃあ早速使ってみます。まずはこのソフトで雑音をなくしてみます。試しにドライヤーを使ってみますね。音が鳴ってますよね。これをオンにすると、どうですか？ドライヤーの音がしないですよね。でもドライヤーまだついてますよ。今度は背景を変化させてみますね。こうするとどうですか？後ろがぼやけてませんか？今度は私の周りが消えましたか？合成もやってみますね。はい、こんなこともね、簡単にできるんですよ。 AI がやってくれるんだそうですよ。 AI って何なの？それから今度はカメラの自動追尾機能ですね。これを使うとどうなるかというと、私が動いてもカメラがついてくるでしょ。誰かが動かしてるわけではないんですよ。NVIDIA ブロードキャストを使うには NVIDIA GeForce RTX シリーズのグラフィックスカードを使用してください。 GeForce RTX シリーズを使っている方は無料で使えます。公式サイトからダウンロードして使ってみてくださいね。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。RTX シリーズの、なんか続けられないな。RTX シリーズを、変だな。